今日はねその文化人類学者であって例えばアメリカ先住民だとかというようないわゆる未開部族の文明について深く研究していったレヴィ・ストロースがなぜ日本文化にここまで注目をしたのかということを、まあ、彼の発言をねピックアップしながらそしてその外部の人間の目線から見る日本という文化のすごく特殊なところとかねそういうところをトークする会にしたいなというふうに思っています。まず1つ目 ベコベであでる例えば日本の女性は針に糸を通すのではなく糸に針を通すまた着物の上で針を走らせるのではなくて針をじっと持ったままで着物を走らせるというふうにレヴィストロースが書いています。このの、ね、日常の動作に関して まあヨーロッパの人とか他のアジア諸国の人たちが当たり前にこう体に染みついた自然な力の入れ方っていう感じでやっている動きに対して日本人がその自然に体を使う動きっていうのは大体こう反転してるっていうことがあるそうなんですね。でこの傾向って実はその16世紀にねイエズス会の宣教師の人たちが日本にやってきた時から結構注目して知られていた話だったらしいんですけれども。 例えばノコギリは手前に引く。でもヨーロッパとか他のアジア諸国ではこう押す感じで使うんですってでもノコギリって引きますよね確かに日本では。であのカンナその木を薄く削ったりかつお節削ったりするカンナっていうのも日本は手前に引くわけですよねでも他の国では奥に押すらしいんですよ。 であとは陶芸の技術者の人たちがろくろを回す回す回転の向きっていうのも西洋とあ,あとア,ジア他のアジア諸国と日本の間では大体逆回転なんですってで、ね、この動きの反転の境界線っていうのは日本と中国大陸の間に引かれているそうでなのでアジアとヨーロッパの違いというわけではなくて日本とそれ以外の地域の違いと言ってもいいぐらいかなり日本人の特色らしいんですよね。 であとはねそのヌーソロジーなんかでもよく指摘されている日本の特色というのをちょっと私なりに付け加えると伝統的な日本家屋って何でもかんでも物をしまえるっていうことを前提に作られていたりしますよね。これもなんか他の文化種族の感覚と反転してるなというふうに思うんですけれども普通ね所有物とか家具とか調度品っていうのはこう存在感を出すものっていうか。 私がそこに持っているそこにいる家の中に置いてあって所有しているということを主張するものだと思うんですけれども日本文化の中ではなぜか布団もしまえば、ね、え茶ぶ台も畳むわ座布団もしまうわなんか提灯もしまうわという感じでその何もない状態に元に戻すことができるっていうことを重視して。 作られているあらゆるるるもののが組み立ててててられているっていいっううううは結構反転してるなというふうに思うんですよ、ね、まあ着物なんかもね洗い針って言って縫い上げた糸を全部一回ほどいて反物の状態にもう一回戻してから、えー、お手入れをするっていう方法があったりするぐらいなんかこう元に戻せる還元できるゼロに戻せるっていうことがそちらにこう重点が置かれている文化だなというふうに思うわけですあべこべ。 レヴィ・ストロースが見た日本の特徴その2なんですけれども西洋とも東洋とも違っている、まあね、さっきのあべこべの話も日本独自っていうことでしたけれども他にもこんなことをレヴィ・ストロースは、えー、取り上げて言っています東洋の思想は2つの拒否によって特徴づけられますまず主体の否定第2の拒否は言説の否定です 日本文化は東洋に対しても西洋に対しても一線を隠していますというふうに書いている、えー、まずね日本の特色を述べる前にその西洋の文化人から見た東洋思想の特徴というものを最初に抑、えー、えていくと、えー、主体の否定ですよねこれは、まあ、例えば仏教とか、えー、老僧思想なんかでも明らかなんですけれども私とか自我というものは幻なんだっていうのが 東洋思想の主張なわけです何、ね、かヒンズー教なんかもそういう考え方をするらしいんですけれども私は幻ででああるるっていう考えがあるわけですよでそれに対して西洋の理性というのはサルトルがねずっと言ってきたようにまさに主体中心主義であって我私がここにいるということ自体がもうその哲学の発祥地点になっているわけですよね。 一神教の神であるヤハウェは我「我はありてあるものである」というふうにね発言をしたというふうにも言われていたりするぐらい存在する私がいるというその主体というものがものすごく重要なコンセプトなんですそれに対して東洋は全くそれを否定してくるでそして第二のもの拒否されているもの東洋によって拒否されているものというのは言葉ですよねロゴス 言葉というのはまさに西洋哲学にとっての理性の中心なわけです。であらゆる事象とか、えー、と世の中の真実心理みたいなものについてでも正しく論理を構築するならば必ず言葉で説明することができるというのが、まあ、西洋哲学の前提なわけですよ。 でもそれに対してまあ、老僧思想なんか本当に分かりやすいですけれども東洋思想というのはこの言語というものは常に現実を捉えきることができないものである言葉には限界があるっていう考え方をするんですよねえでもここからが面白いんですけれどもレビーストロスの観察によるならば日本人の精神というのは主体を完全否定していないし そしてロゴスについても否定していないっていうふうに言うんですね。そこが他の東洋諸国とちょっと違うところだというふうに言うわけですえ。順番に見ていきましょう。まずその主体についての日本人の取り扱い方なんですが、日本人の精神というのは主体を完全に否定していない。ただしそれは西洋的な主体のあり方というのともやっぱりちょっと違っているんですよね。で西洋の主体というのは、 その意思すれば世界を変えられるというように自分から外に向かって何かを発信する働きかける力のスタートトポイント起点なんですよね我私というのは始まりであって私の意思が世界に減少化していくというそちらの流れで考えるというのが西洋の主体。 で東洋思想というのはこの主体のあり方というのを完全否定しているわけですけれどもそれに対して日本精神にとっての主体というのはどうなってるかというと、ね、のこぎりを手前に引くかんなも手前に引くっていうように外側の環境から生まれるさまざまな影響とか作用の最終執着地点として私というものを感じるそこに想定しているというのが日本人的な主体の捉え方だっていうふうに言うんです。 これ見事な観察と発見だなというふうに思ったんですけれどもつまりね東洋思想が否定した主体というものを日本はひっくり返して反転させて肯定的なものに生まれ変わらせて使ってるんだっていうんですよね。なんかこうペロッと手袋を裏返しするみたいにして方向性を変えて主体というものの肯定的側面を引き出しているっていうふうに言うんです。でこれってなんか、ね 自分でも気が付いたんですけど例えば住所を書く時とかも日本だと例えば東京都千代田区神保町一丁目みたいな感じでだんだんこう東京都千代田区神保町一丁目みたいな感じで自分にだんだん近づいてくるように書きますよねだけど西洋って逆じゃないですか例えば何とかフラット3号室何々ストリート何々シティ ニューヨーク州みたいななんか自分から外に向かっていく方向で住所とかも書きますよねなんか意識の向きが逆に向いてるっていうのは面白いなというふうに思ったんですよね確かにそうなってるでこのいわば引き寄せ型の事故っていうんですかね、えー、影響の終着点にいる事故っていうこの感覚って西洋型の時空の中を動き回る事故というイメージとちょっと違って周りに動いている様々な現象の 仮想的ななな中心点みたいななんかそんな感覚でもありますよねなんか動いていないっていう感覚っていうか周りが動いてるっていうかそれってこの私私って自己主張を一生懸命にしなくても自分のいる環境を整えることがひいては自分自身を整えることに連なってしまうみたいなねそれ自体が環境をに働きかけることがそのまま自己主張になっているんだみたいなそんな感覚にもつながるなというふうに思うんですよ。 で日本語という言語自体も主語をね省く省きやすい言語っていうふうにも言われるし私ということをつけなくても目の前に見えている風景そのものを描写すればそれがそのまま自己表現になってしまうっていう精神性はまさにそうだなというふうに思ったわけですよね。えそしししてて、ね、て東洋思想が否否否定定、いる2番目のものとしてののもと言言語、言説の否定拒否というものについては。 レヴィストロースの観察によれば日本はアジア諸国の中で真っ先にこの科学的ロゴス的思考というのを完全に受け入れてその最先端に立ったっていう言い方をしてるんです、まあ、完全にというかその中の良いものを積極的に自分からどんどん取り入れてテクノロジー大国としてその最先端に立ったっていうふうに言ってるんですねまあ,あの2020年現在はどうだかちょっと怪しいところもあるかもしれないんですが少なくとも20世紀 日本は世界に名だたるテクノロジー大国第一線のテクノロジー大国だったわけですよね。今でもまだ一応そうかな、うん、とは思います、まあ。つまりロゴスを拒否しなかったわけですえと同時にね西洋諸国が陥ってしまったロゴスの堕落というものそれに対しても非常に敏感で厳しく対処したというふうにも、えー、レヴィストロースは書いてるんですよね。 でロゴスの堕落ってどういうことかっていうと要するに人間をね完全にパーツ化して機械として見なすことによって激化しすぎる格差社会とか競争社会というものを容認してしまうことだったり勝ったものによって負けたものが完全に踏み台に踏みつけにされる搾取されるような構図だったりとかそういう激しすぎる競争みたいなものに関してすごく上手にストッパーをかけたっていうふうに言って 出るんですよねレヴィストロスは。まあ、それもこの20世紀のね日本を観察しての感想っていう感じなので2020年現代の日本がそれを保てているかどうかっていうとちょっと疑問かなというところも出てきてしまってるかなとは思うんですが、まあ、なんか昭和の大企業ってロゴスと人情をものすごいこうアクロバティックにっていうか上手に使い分けしながら発展してきたっていう感じ確かにあるなと思うんですよね。そのロゴス 科学的理性主義の持っってていいるる冷冷酷さ冷徹さ徹あるじゃないですか理屈に合わなかったら切り捨てる売れなければどんなに愛着があってもダメとかその機械的判断でコストだけで全てを管理されてしまう感じだとかそういうのってなんかアジアではやっぱり嫌われる傾向があるわけですけれどもその日本っていうのはそのロゴスをすごく上手にその良いところを受け入れながらも。 そのアジア的な緩さって言ったらいいのかなそういうものもこう失わなかったっていうかねそういうふうにまあレヴィストロースは評価していたわけです20世紀の日本を。でねこの2点を挙げて東洋に対しては社会的健康の模範を西洋に対しては精神的健康の模範を提供している日本はというふうに、まあ、本当にべた褒めしているわけです。 でね、この2点を挙げても本当に思うんですけれども日本ってその錬金術でいうこの、ね、黄金の錬成のための大釜っていうかつまりその日本という文化の中にあらゆる異文化を取り入れて一回そのフィルターをくぐることによってなんか反転させられたりエッセンスだけ抜き取られて不要な部分は切り落とされたりとかっていうことをして。 なんかちょっと変化専用させた形としてバージョンアップして世界に提供し直すみたいななんかその文化的にそういう役割を担っている国なのかなっていう感じもこのレビーストロースの観察から感じ取られるんですよね。で実際にこの本の中で西洋もアジアも日本文化にこの咀嚼されることによって変容した自国自分自身の姿というのを日本に発見するっていうような言い方もしているんですよねなんか例えば日本のね。 あの漫画とかアニメとかゲームとかってすごい雑色性じゃないですかなんかね古代中国の、ね、ほ本当に資料も少ない歴史のマニアックな部分を取り上げて漫画にしてみたりだとかフランス革命の時代に活躍した男装の霊人がいたっていう風にこうに、ね、物語を作ってみたりだとか世界史の舞台裏で活躍したアサシン暗殺者の視点からその。 歴史のの転換点っってていううをを見るようなゲームを作ってみたりだとかねものすごいこう興味の範囲が幅広くてそれを本当にこう結構独自の視点で解釈し直して世界にこう再提供するっていうかね再発見させるっていうかねそういう役割をなんかこう担ってるよなというのはなんか思いますよね。えそしてレヴィストロースが観察した日本の特色その3ですね。 1>, 1万年に及ぶ縄文文化そしてそこから地続きの神話と歴史最後までご視聴いただきありがとうございました面白いと思っていただいたら是非いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします